コンスタンチン・イオン・コンスタンチン・ヒョードロビチイオンは、ロシア帝国末期から、ソ連時代にかけて活躍した、著名な画家で、舞台デザイナー。セルゲー・ディアギレフやレオン・バクストが主催する、美術史、芸術世界同人。後に、革命ロシア芸術家連盟の共同創設者になお、連ねた。モスクワに富裕な、スイス系ロシア人の銀行員の家庭に生まれる。 兄のパウリオンは作曲家。イオンという姓はバリス地方のバリスドイツ語に由来し、このためローマ字ではコンスタンティンイオンと表記されることもある。1892年から1898年までモスクワ美術学校においてコンスタンチン・サビツキーやコンスタンチン・コロービンらの著名な教師に指示する。卒業後に個人的にワレンチン・セイロフに学ぶ。 幾度かの西欧旅行を通じて、カミーユピサロや印象派の風景画を熟知するが、自分の画風は守り通した。1900年に最初の古典を開き、モスクワに美術教室を開設。後にペテルブルク提出美術アカデミーやモスクワのスリコフ美術学院でも教壇に立つ。ユオンのアトリエは、その他の画家にも広く開放された。 モスクワ芸術劇場やマールイン劇場のためにデザインを手掛け、1945年から1947年まで、特に校舎の専属デザイナーを務める。オペラの舞台にもデザインを提供した。1948年から1950年まで、美術アカデミー研究所所長を、1956年から1958年まで、ソビエト芸術家連盟所代書機関を歴任。 1943年にスターリン賞を授与されたほか、レーニン勲章なども受賞。コンスタンチン・ユオンは、象徴主義者の特徴を備えた、印象派風の風景画家及び風俗画家として出発した。もっとも象徴主義的な作品は、創世紀を主題とする1908年から1912年の連作版画、世界の創造と、 10月革命を天変地として描いた油彩が新しき惑星である。印象派的な風景画はトベルスコイ大通りとイタリ生産者の日にが挙げられる。後に叙情画にパレフヌリアイコンのイミテーションを混ぜ合わせるという発想をもて遊ぶようになる。最晩年には社会主義リアリズムに忠実な芸術家となり赤の広場のパレード、 1941年11月7日のような絵画を制作した。http://www.verwandt.ch/karten/absolut/uon.html。ありがとうございます。